この動画は乙女あゆいに英訳されています。モダン転載は禁止です。リリア様、すべてのお召し物を季節ごとに仕分け、ベッドの上に並べ終わりました。この狭い部屋でそんな大声出さんでも聞こえておるわい。は、申し訳ありません。時にリリア様、クローゼットの中にこのようなものがあったのですが。おお、それはわしが現役時代に使っていた魔石器じゃな。なんと、これが茨の谷最強の近衛隊右大将たるリリア様の武勇を支えた相棒たる魔石器。戦場でのリリア様の武勇は祖父から何度も聞かされてきました。美しい魔石器から放たれる魔法は凄まじく、敵はなすすべもなく地に伏すしかなかったとか。はあ、なんと美しい。目もくらむほどの魔法石の輝き、そして石を覆う銀の細工の繊細さも見事です。ん、もしやこの細工に使われているのは銀ではなく、持ち主の魔力により姿を変えるという希少な魔法金属、ミスティウムでは。おお、よくわかったな、セベク。良い目利きじゃ。やはりこれほどミスティウムがふんだんに使われている魔石器は初めて見ました。わしが若い頃はまだ茨の谷にもミスティウムや魔法石がたくさん取れる鉱山があったからの、贅沢に使えたんじゃよ。伝説の戦士の武器をこれほど間近で拝見できる日が来ようとは、感激です。ま、待ってください、親父殿。それはうちの納屋にあった薪割り用の工具ですよね。薪割り用だと、寝ぼけているのかシルバー。伝説の魔石器だぞ。そうそう、うちの納屋にあったやつじゃ。え、納屋に。よく手に馴染んどるから使いやすくて。他のノコギリや斧に比べてやけに装飾的だとずっと思っていたんですが、そんな貴重なものだったなんて。お前も少しは疑問に思え。どう見ても日常使いしていい見た目じゃないぞ。その魔石器も壁に飾られて埃をかぶるより毎日使われた方が本望じゃろうて、そやつは次の住処にも連れて行くとしよう。赤竜の国も山岳地帯は雪が深く寒いらしいからな。あくまで日常使い用に持っていくんですね。で、伝説の魔石器が。そろそろ午後の授業が始まるな。片付けの続きはまた夜にしよう。はい。眠気覚ましの薬草茶も用意したぞ。ゴーストカメラもスマホのボイスメモも準備万端だ。さあ、いつでも来い、ミッキー。そう気合い入れてくるもんでもないでしょ。監督生がオンボロ寮で暮らし始めてからミッキーが現れたのって5、6回なんだろ。確か文化祭の後と嘆きの島から帰ってきた後に会えたんだよな。だいたい月 1、2回ってところか。長期戦の可能性高いし、ゆるく行こうぜ。まず俺たちはこの学年末テストに向けた問題集解かないといけねえし。なんだその分厚い問題集。外泊許可をもらうためにオンボロ寮で勉強会をするとローズハート寮長に言ったんだ。そうしたら、いい心がけだね。これを持っていくといい。勉強会の後に採点してあげようてさ。ちなみに監督生とグリムの分もあるから。けー、いらねえんだぞ。サボったら首をはねられるぞ。俺様ハーツラビル寮生じゃねえし。遠慮すんなって。ちなみにこっちにある3冊はジャックとエペルとオルトの分ね。逃げ場がねえんだぞ。サマーホリデーの前の学年末試験は進級がかかった重要な試験だ。今から真面目に勉強しておかないと本当に留年するぞ。もし子分が進級前に元の世界に帰っちまったら、俺様一人でこの学校に残れるのか。
学園長もそこまで薄情じゃないだろうと言いたいところだが、まあ大丈夫っしょとは言い切れねえんだよな、あの人。それにコボがいなくなったらオンボロ寮には俺様一人ぼっちになっちまうんだぞ。それは、あのさ、なんでそこで急に湿っぽくなるわけ。監督生が早く元の世界に帰れたらいいと思ってる。思ってるけど、そうなったらもう二度とこんな風に一緒に勉強をすることもなくなるんだよな。お前まで暗くなるなよ。ミッキーが手がかりになるかどうかだって正直まだ眉唾もんじゃん。だな、悪いだろ。はい、締めっぽいの終わり。大体さ、グリムは監督生がいてもいなくても進級怪しいだろ。暗くなる暇があるなら手を動かせてよ。何よ、見てろ、こんな問題集グリム様が本気出せば30分で終わるんだぞ。ふなー、俺様目がしょぼしょぼしてきたんだぞ。お前まだ3ページしか進んでないじゃん。誰だよ30分で終わるとか言ったやつ。僕は5ページ進んだぞ。と、もう12時近いのか。鏡の方は変化なし。まあ初回で遭遇できるとは思ってないけど。じゃあオルトに報告メッセ入れて、そろそろ寝るか。そうね。お前らお休みなんだぞ。その声は人の子か、ユキ。ああ、気づかなかった。これでは庭の木に霜が降りて枯れてしまうな。僕の良くない癖だ。幼い頃にも城を氷漬けにしてリリアに怒られたことがある。僕がようやく二本足で歩き始めた頃の話だ。僕が癇癪を起こしたのは本当にくだらない理由だった。一緒に晩餐を取る予定だったおばあ様に急用が入った。その程度けれど、その日の僕はどうしても我慢ならなくて、気づけば机も椅子も給仕すらも全てを凍らせていた。城の者たちは誰も僕に近づくことができなかった。僕に怯え逃げ惑う姿にまた苛立ちが募って、いよいよ城中が凍ろうという時、近衛兵に呼ばれたリリアが城へやってきた。あいつはまず僕の目をかいくぐって凍っていた家臣たちを解放し、その者たちに大量の器とシロップを用意させた。リリアはそこら中を凍らせていた氷を砕いてカップに盛り、シロップをかけ城の者たちに配って一緒に食べ始めたんだ。今思うと家臣たちはいい迷惑だっただろう。凍えるほど寒い城の中で無理やり氷菓を食べさせられて大きなテーブルを囲んで、うまいうまいと評価を食べる者たちを見て、僕はひどく羨ましくなってな。その頃には少し頭も冷えて、僕は後悔し始めていた。感情に任せてとんでもないことをしてしまったと。リリアにもひどく叱られると思った。あいつは本気で怒るととんでもなく怖い。普段のあいつを見ていると想像がつかないだろう。それで遠くで様子を伺っていた僕に気づいたリリアは魔石器を振り上げると、
僕を囲んでいた氷を打ち砕いた。そして砕いた氷を山盛り器によそうと、たっぷりとシロップをかけた。それから怯える僕の手を引き、席に招いて、こう言ったんだ。うまいから食べてみろ、とな。怒られると思っていたから、拍子抜けした。味気ない。シロップをかけただけの氷だ。それでも、普段は一人か、おばあさまと二人だけで囲む食卓に、たくさんのものが集っているのは、悪くない気分だった。城の者たちと一緒に氷菓を食べているうちに、いつの間にか僕の苛立ちは収まって、氷漬けになっていた城も、元に戻った。落ち着きを取り戻した僕に向かって、リリアは言った。お前は大きな力を持っている。みだりにその力を振りかざしてはならない。この席に座っているのは、今日お前が失いかけた者たちだ。と。寂しい。僕が？どうだろうな。一人で過ごすことには慣れている。それこそ、まだ卵の殻を破る前から僕は一人だったからな。でも確かに、生まれてからはずっとリリアが近くにいた。だが、これから先はもう、あいつに叱られることもなくなる。くだらないことを話しすぎた。忘れてくれ。お前こそ、こんな時間に庭に出てくるとは珍しい。それに、ずっと何か言いたげな顔をしているな。話してみるがいい。元の世界に、お前の部屋の鏡が別の世界に繋がっている。ありえなくはない話だ。そうか。お前もこの場所を去るのだな。本当に。何もかもが瞬きの間だ。寂しい。か。もし、家族や友、何もかもを失わずに済む方法があったとしたら、お前はそれを願うか？ならばあいつはなぜ？いや、よそ、少し考えさせてくれ。僕に良い方法が思いつくかもしれない。ああ、もうあんなに月が高いな。部屋に戻って休むといい。ああ、おやすみ。お前は大きな力を持っている。みだりにその力を振りかざしてはならない。この席に座っているのは、今日お前が失いかけた者たちだ。大きな力を持っていても、僕は何も得られない。失うばかりだ。誰もが僕を置いて席を立っていく。僕を招く者はもう誰もいない。チャンネルの登録を忘れないでね。